お疲れちゃんですラットです。今日はですねおすすめ三重指摘参戦やっていきたいと思います。ってことで限界級三重指くん、はい、スリーマスケティーがめちゃくちゃ強いですね。マルチ上位でもすごい流行ってますし、大会とかでもね、そう今まで絶対使われなかったんですよ大会だと。けど普通にもう上手い人たちもですし、もうみんな使ってるっていうので、まあ、三種がね強いですよということで、このね翔ちゃんもジャイ三重指ですね。まあ、このジャイ三種だとちょっと特殊だと思うんですけども、まあ、元古三勢のね、プレイヤーとかも上がってますよと。まあ、上手いのはもちろんですね。もう上手すぎるだけなんですけども、まあ、日本人はね、三重指使いが多いですね。はい。っていうので、まあ、日本のプレイヤーの三重指デッキとかもね、はい。だからみんなでもちょっとずつ違うっていうね。そう、参考にしつつ、まあ、3つね、はい、紹介していきたいと思います。早速一つ目ですね。こちら、エリポンのゴルナイエリババ型ですね。でもこれは、まあ、基本中の基本の方かな。そう、三重指といえば、まあこのデッキだよねってなるぐらい、今だとね、メインのデッキだと思います。で、まあ、ウッドがね、タルババの方が多いかもしれない。まあでも最近だと、やっぱスケルトン部隊とか、スケキンとか、あの小物チクチクが厄介なんですよ。まあ、だったり、ホグとかロフグに対してね、ウッドでノックバックできると、一発ね、抑えれたりもするので、まあ、高回転により勝ちやすいっていうので、ウッド型とかもね、増えてます。ということで、こちらね、早速やっていきましょう。さあ、まあ、三重指はですね、やっぱこう、慣れてないと、いやー、触りにくいとか難しいとかっていうイメージを、すごい持たれがちなんですけども、最近はね、マジ、ゴルナイがもう、バカなだけなんですよ。ほんとゴルナイエリポン入れとけばなんとかなるというか、今日紹介するデッキも基本的にゴルナイエリポンはマストですね。そう、でもマルチトップで別にゴルナイとかエリポンとか入ってない人もいるんですよ。そう、いるのはいるんですけど、結局デッキパワードで言うとゴルナイ三重指エリポン、まあそこの3つはマストかなと。そう、だと思うので、まあ一旦ねこの方を触るのはすごいおすすめではありますね。で、マジでなんだろうな、本当にエリポン置く、三重指置く、繰り返すだけみたいなところあるんで、今回ね、ヤナメファイブだったな。これちゃっちゃ出しちゃおうぜ。やべ。やばい。やばい、待って。いやん。さあ、痛いけど、アイゴレの強みですね。お散歩。いや、めちゃくちゃ痛いな。待ってなんでヤノアームファイブをあんたっていう感じなんですけども、まあそんなのええねん。なぜならこちらにエリポンがありますよと。エリポンにファイヤーボール、ライトニング、ポイズン、まあ、何でもいい呪文を打ったら三重指が止まらんですよ。まあそれがね、三重指の仕組みなので、まあそれを生かして戦っていきたいね。まあここ一旦エリポン置くか。なんかゴルナイでつなげてもめっちゃ強そうなんだけど、これどう思う？ああ、なんか来たわ。最悪だ。いやでも、一旦走れ。で、これで、もしかしたら折れちゃう可能性も、あるわけですよ。やばいよね。やばい。そう。三重指が活躍するんじゃなくて、三重指の周りがね、マジで強いので、今はね。三種も強いね。マスケがなんか強化されて、そう、三種自体も強いし、なんだ、もう全てが強いわ。よいしょ。さあ、ということで、三種これね、逆に2にします。え、守れんじゃんってなるんですけど、もうアイゴリギュートですね。まあ、守れなくてもいいんですよ。結局、その後の、なんとか気合でね、頑張れれば。よいしょ。で、ここ、1本ライトもいいんで、その、なんかユニット残してね、その後のことを考えて戦っていきたいですね。で、今、ファイブを使ったので、まあ、三種展開していくか。よいしょ。で、ファイブを使ったから、一旦エリポン置くのはありだけど、これエリポン置いてる場合じゃねえかな。なんか、そんな気がしてきたな。エリポン置いてる、そんな暇ねえ。さあ、これは、キング狙ってもいいんじゃないか。相手がね、結構、呪文使ったりとかやってるので、さあ、気づけば、ゴルナイの張り付き。張り付き。いや、マジで、張り付いたらね、もう取れません、これ。はい。やばいのよね。いや、なんかだから、なんで勝ったみたいなこともよくありますね。まあ、それがゴルナイとかエリババの強みだと思うので、ちょっともう一戦行きましょうか。えぐいね。
もうパワーがちげえよね。そう、筋肉がね備わってます。はい、よろしく。でエリポン置くだけっすね。もうほんと基本なんかエリポン置いてみたいな。サンチだからね、全然一回も出さないでもねいいとかが余裕であるので、よいしょ。でゴルナー走らせるタイミングはね、やっぱ事前に走らせるとタイミングバレちゃうんで、この辺とかで、ね、橋渡ったぐらいとかで走らせようかなみたいな。橋渡ったすぐぐらいに走らすと相手のユニット間に合わなかったりとかで結構いい感じになったりもします。さあということで、なんかすんげーデッキ来たな。すっげーデッキ来たんですけど、まあ一旦リポン置いて考えようか。でこれもさあアイゴリユード、いやこれマジで強いかな。でゴルナイで受けつつ、ゴルナイをしっかり回復させてね。うーい、いいやん。でまあゴーストはゴーストで受けるか。受けたらでもゴブドリくんがね受けれなくなりそう。まあでもええやろ、エリポンいってるし。さあでまたエリポンいきます。もうこれだけですね。相手に呪文なかったらエリポンいとけば勝てます。簡単です。エリポン、レッツエリポン。な、理不尽にね勝つことができたりしますよね。やばい。でこのねエリポンだけは守ってください。エリポンだけではですね、ダメージ受けていいんですよ。マジでどうでもいいっす。ダメージはいくらでも受けてください。でもエリポンだけは守ってください。はい。でこれカウンターでね、多分相手何も死に体しかないのかな。死に体じゃねえわ。だからイーババできたけど、多分これ突破できるんですよね。そう、もうリークが苦しいんじゃないって。でこれなんならね、肋骨エリババとかしても熱い。とどめのね、まあエリババし、あ、これいきましょう。 U の出してきたんで、出してこなかったらエリポンだったんですけど、もう死んでるコストもなんもないので、これでもうポッキンチョっすね。いやマジで30射飾り。あー、でこのオールブレイクはうまいですね。そう、受けれないので、まあ本気出せばだね。結局はエリポン。いやマジでこれやばいっすよ本当に。されたらね、え、ずるくねってなるんですよ。まあ相手もなんか似てますね相手もなんか気持ち30時間というか、もうね、ドリルとかウォールブレイカーとか入ってますけど、気持ちやってること一緒なんでね、これ。ただ一つ違うのはエリポンがあるかどうか。そう、エリポン置いてる分俺の方がなんか有利になってる。デッキ自体一緒ですからね。これは本当に玄関系強いものはこれ。これ一応守れるかな。いや守れねえかな。いや守れそうだな。でロケホー来る。さあ守ると相手は呪文ないので終わりからの、あー気持ちよくなってるやつ多いなさあ30紙出した回数は0ですね。はい、まあ飾りですから、本当に30紙は飾りです。さあということで、今のが一つ目ですね。まあ基本中の基本デッキな、その分ねめっちゃ強いです。はい、使ってください。ってから2つ目がこちらですね。はい、ロイホグ入り。これはあのさっきの日本のファイボアンチさんかな、はい、使ってるデッキだったと思うんですけども、なんかマルチで海外の方もなんかちらほら使ってましたね。そう、ヒースピが入ってなくて何これと思って。そう、まあなんか30紙本当にいろんな方があるので、まあどれが正解とかはないですね。まあ自分が使いやすい方とか、まあそういうね、なんかいいやつを使えばいい、ただそれだけだと思います。ってことで今回ロイホグですね。でエリババではなくハンターですね。そう、まあハンターいると、まあ、空とかにもね安定して戦えるっすね。そう、ハンターいるかハンターなし、まあ、空引いた時に、まあ、苦しいか苦しくないか、でその分陸で攻めるみたいなね、絶対勝てないはないんでね。よいしょ、やべえこれ、なんかゴルナイトゴーストで受けてもよかったな。まあでもここにファイブ使ってくれると僕からしたら美味しくて、なぜならエリポンが置けるんですよ。エリポンが回ってきません。そうで、まあこれだと、ロイホグをね通せばいいだけなので、まあそれまではなんかのんびりしときましょうか。で今回バルキリーファイボでオールブレイカーってことは、まあマジアチャオールブレイカーかドリル、ゴブドリルの可能性も結構あるっすね。ガス系型だとどっちか分かりませんぬ。エリポンが最後ファイボ打たれたんで、チャッチャ置きたいんですけどね。あ、マジアチャオールブレイカー型だ。これでもバルキリーも使ってるからな。これいつ走るんだろうと思ってるから、この辺でねスッと走って、あー、いい受けな。よいしょ。さあ、ハンターでいいや。これ、マジアチャ延命された時にね、そう、タルババがやっぱ欲しくなっちゃうっすね。
よいしょ。いやー、これはいらなかったかもしれません。で、多分トルネファイボ型だと思うので、マジで、なんだろうな、行かれちまうんですよね。気をつけなきゃ。そう、だから基本的には、エリポン。結局エリポンです。で、ウォールブレイカーは、最悪ね、受けれなくてもいいです。やべ。おい、受けれたけども、ディガーファイボ。ディガーファイボで、これちょっとうざそう。施設もね、あー、バルキリ強え。まだ稼げるところで稼いでくる説。まあ、ウォールブレイカーをね、どう守ろうって感じですね、僕からしたら。まあ、一旦置くか。真ん中に置いてもいいんだけどな、なんか、フェイクでやられそう。さあ。いや、エリポン延命したいですね。ぶっちゃけ。ああ、これアイゴルつけてもよかったな。バルキリーないアイゴルゴーストハンターの方は絶対できついんで。さあ、トルネード使いました。ここ結構ね、大事っすね。あ、一体いかれちゃった。で、バルキリー使うと、このゴルナイが強い。さあ、走らせ。やばい、ウォールブレイカー来ると思ったんですけど、使ってましたね。やばい、俺がちょっと下手。うん。さあ、まだ耐え。しっかりファイアポ徹底していきますね。取るね。うん。さあ、頑張りましょうか。これ多分ゴルネ走んねえのかな。さあ、いいよ。ブーが施設にも行きつつ、このマスケがもう全てが入ってるよ。よし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 、いい流れ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 、え、めっちゃいってるめっちゃいってるめっちゃいってる、え、マジ 3C お前強すぎだろいやマジで正直、あ、負けそうだなって思ってたんですけども、なんか知らんけどゴルナイが強いと。いや、これやばいよねマジでなんで勝ったのかわかんないですもんね。30してやっぱこういうね、トルネファイボ系とか、まあ陸が硬い系とか、まあロイフグなんでモムとかがまあ厄介にはなるんですけどもね、結局なんとかなるのがゴルナイエリポン、そんな感じですね。なんとかなってるだけだもん。ただただなんかね、実力で勝った感はまあ今の試合だと特にないですね、僕は。そう、なんか細かいね、なんか強とかいろいろあるかもしんないですけども、愛してる言われてるやん俺。よろしく。エリポン来たいね。いや、マジ30使ってる時にもうエリポンのことしか考えてないんですよ、ぶっちゃけ。エリポン貸してっていう。あ、待って、俺これマジで30展開しない方がいいっすよ、これ。ミスった。なんかゴルナイかアイゴレを置いたつもりだったんですけど、出てましたね。まあでもこれはたまたま相手がロケだったんで、エリポンいてかな。エリポン来たいね。で、今回クロスっすね。で、まあクロスは、まあ、デリバリーがあるのが攻めが通んないけど相手のクロスを壊しやすいですね。さあ、エリポン行きましょうか。回んのかな、着衣場に出てたから。さあ、どうしよう。うん、いや、これはさすがに壊せると思うけど、ハンターまで行っちゃう。よいしょ。もう一発？よく頑張った。いいねをあげよう。よいこよいこ。さあ、で、また左後ろに立本ですね。まあ、嫌なのは、あっちゃ食いっすね。うん。結局、チャンピオンゲーってほどではないんだけど、結構最近のクララ本当チャンピオン強いので、
使い毒。チャンピオンだけやっぱ厄介ですよね。これだけ使うで、まあ、スケキンだったりとか、まあ、着衣だったりとか。まあ、チャンピオンゲーやんっていう。それチャンピオンゲー言うねんっていうね、話なんですけど。で、これ相手も回転早いから、ロキが撃たれるな。撃たれない。撃たれてんな。これでも美味しいけどな。多分。まあでもデリバリー強えな。ね。え、待って、しかもこれ、やべ。30周年の使い方俺めっちゃ下手かもしんない。ちょっと今の見なかったことにしてくんね。いっちゃおうぜ。おー、あれ負けそうなんだけど。やばいやばいやばい。なんかもう、なんとなくでしかやってないから良くないですね。しっかり考えてね、やんなきゃいけないですね、クララは。さあ、ロケット撃ちました。一旦後ろから出します。で、アチャクにはゴルナイカゴーストですね。で、相手はこれもう多分ね、出てこないですからね。基本的に。クロスとかね。基本的にもうクロスボウデッキという名の呪文削りデッキなんで、クロスは。さあ、いいですよ。エリポン行っていいな、これは。クロス来たらロイホクブー。来ないけどロイホクブー行ってみる。大砲強い。さあ、でも一個同じですね。ゴースト、ゴルナイからの三十子ですね。しっかり三子展開して、そこにね、コスト使わしたいですね。じゃないと6削りされちゃう。よいしょ。さあ、いい流れ。で、ブーですね。ナイス、ブー。いやー、デリバリー強い。この辺にスケが。いやー、いいウッドだ。こうなってくると、ちょっとだけね、汗が出てくる。走らせて。で、デリバリーもあるんで、やっぱセパしたかったよ。さあ、最後ロケ打たれちゃうんでね。できるだけ打たせないように攻めたい。いや、これでもロケ打たなきゃ。あー、ゴルニーがバカげてる。来た、ゴル大タイムだ。さあ、これロケ一発だと、でもロケこれ2発回る。やばい、2発だけは勘弁して、2発だけは勘弁して。ここで2発回って負けたらね。いや、でもマジで20秒でこれ3回ロケット回るらしいんじゃない、この相手のデッキ。そう、アチャクイが場に出てたら、スケファイスロケットスケファイスピウッド、ロケットスケファイスピウッド、ロケットスケファイスピュットのね、はい、秒速ロケットがあるらしいんで、いや、ちょっと危なかったですね、今のはね。そう、守り硬すぎてね、どうしようって感じだったんですけど、まあ、結局エリポンとゴルナイがただただ強かったです。はい、ナイスー。ということで、まあ、最後ね、3つ目を紹介します。こちら、今回はザップ型ですね。基本的に三十子でザップはね、まあ、ジャイ三十子とか、まあ、昔の三十子はあったんですけども、最近はもうウッドタルババのどっちかがねマストだったので、ちょっと変わりましたね。で、アイゴレも入ってないですね。その代わり、この、なんだろう、ゴーストというのエリババ。ヒースピもあって、みたいな。で、ミラーもあって。なんか、ちょっと形特殊なんですよね。これ、だから、日本の、リュウヤさんかな。はい。が使ってたと思います。違ったらごめんなさい。適当なこと言ってる。はい。ということで、こちらやっていきましょうか。さあ、こちらはね、ミラーがあるので、もう、とりあえず、エリポンポン。エリポンポン。です。はい。エリポン置いて、また、アイゴレとかがないので、言うたら防衛がちょっとね、苦しいです。その代わり、もう攻めですね。まあ、この三次者も攻め三次者だと思ってもらえれば、いいかな。クロスじゃね、これも。どっからどう考えても。あ、ロイの可能性もあるね。まあ、わかんねえけど、一旦エリポン置こうぜ。エリポン行ってから考えればいいです、クララは。よいしょ。さあ、で、これはね、もう許容です。しょうがないので、許容からのしっかりね、アチャクイをしばいて欲しかったんですけど、なかなかに
無能なエリババで終わってしまったかもしれない。やばい。え、これでおられるのはね、話が違うんですよ。ザップは俺が打てばよかったかな。ザップ打たなかった俺が悪いか、今のは。さあ、こういうのは、ステイして、次多分これライト、打ってくれないかな。アド的に打たないかな。打ってくれたら、またエリポンです。で、最終的に相手は、受けが足りなくて、エリババ号水のにね、散ります。いやー、これ左と巻き込まれるんですけど、お気毒な気がする。おい、さあどうよこのエリポンの盤面は。よ、きついんじゃねえのか。行ってみる一旦。あ、今の見なかったことにして。いや、受けがうまい、受けがうまい。これをさと相手全部守る気か今から。ウッドモンスケも使った。これ防衛ライトが来んな、来なかったな。よいしょ。いや、いいよ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 。走れ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 。フィーバータイム来た。うわ、すごいすごい。んね、意味が分かんないでしょ俺もそうだよ、意味が分かんないんだよ。ほら、意味わかんないんだけど、追加すると、おー、なるほどねっていう、もう完全攻め特化のデッキですね。相手もにっこり、ナイスにっこり、いいね。マジ最近の三子ってこんなんなんっていう、バカおもろいっすね、マジで。どうするこれ。攻めすぎやろっちゅう。さあ、もう三子じゃねえ。あ、コカッちゃんだ。これ、枯渇に勝てたらやばいよ。プリンセスも、盾の戦士も、ホグか。いろいろきついのにね。これで勝てたら相当よって思うんですけど、エリポンがすごい相性良さそうだな。こういう手って基本ロケットなんですよ。エリポン置けば、置けば1アド取れるっていう意味がわかんない現象が起こるんですよね。はい、これで1アドです。確定1アド。エリポンにロケ打たなかったら2アドです。はい。もう意味がわかんないですよね。ここでロケットとか来るとね。あー、え、クエイクはちょっと待って、話が違う。クエイクは結構ガチで話違うんだよ君。クエイクやばいな。で、プリンセスもミニペン持ってると三重子出したらもう餌になるので、ちょっと待てよ、急に話が違う。クエイクホグだ。さあ、まあでもここは、え？え？あー、ちょっと不器用なキング軌道だね。まあでもいいキング軌道だこれは。痛い。で、ミニペッカとアイゴレで綺麗に受けてくんだろうね。さあ、まあこれは、いやー、でも受けがうまいなマジで。さあ、一発受ける。これ分かってたらホグ飛ばしてくんな、この U のキングの許容しつつね。ああ、よかった。今のホグ来たらやばかったな。ダガメージバカ入ってるとこだったもん。さあ、回復してあげて、これどうしようかな。まあ基本三重子やっぱ常に盤面に出しときたいね。もうエリポンこっからは本当置いても無駄なので。さあ、まあプリン用にゴース出しながらの、よいしょ。まあなんかで延命式でも結局三重子でしばくよっていう。やばいやばい、それいかれたらやばい。待って、噛み合わん。やばい、アイゴレだけで受けてくんのか。ハシプリキスト、俺の予想は当たらない。いや、これ美味しいな。いや、痛い、マジで結構渋い。いや、これ男の教養来たな。これでもうざそう、結構うざそう。うっ、いけ、走れ、ガチで走ってる。お、これ一発一発。
やばい、暇エリババした、これやばい。あ、でもホグ来るやん、エリババで。いや、めっちゃいい。天才天才天才来た。アイゴリユードか。いや、だ問題これこっからがね、削れね。たまたま16レベル入らんかな、あれ。すげえ入りそう。やばい。やばい。攻めろ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 。これザップ何周だと。ザップ何周ですか、あれ。助けて。んやー、なるほどね、こういうことですよ。はい、負けということでね、今日3つ3つね紹介しました。まあ他にもね、なんかいろいろ型はあるんですけど、まあ個人的に強そうだな、使いやすそうだなっていうので、今日はね、こちらを紹介したので、皆さんぜひね、こちらやってみてください。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。